ご注意です。アイテム番号 SCP-606JP、 オブジェクトクラスユークリッド、特別収容プロトコル SCP-606JP の敷地は対人センサー付きのフェンスで覆われています。センサーの感知範囲に部外者が侵入した場合、パワーストーリー補修工事を用いて退去させてください。実験許可の可否は研究主任に一任されます。SCP-606-JP1 との接触は D クラス職員にのみ許可します。他クラス職員は単独で屋内に入らないでください。過失等の不測の事態により、被験者以外の職員が SCP-606-JP1 に遭遇した場合、絶対に提案を了承してはいけません。警備員は直ちに屋内に突入して SCP-606-JP1 との会話を中断させてください。2010年9月日追記。現在 SCP-606-JP1 は出現できない状態ですが、収容及び経過観察は続行してください。説明。 SCP-606-JP は天使郊外の緑地帯に存在するキリスト教の教会堂と推測される建造物です。サイズは約 30×23×12m、新郎と浴楼が交差して十字架を模しているいわゆるバシリカ型で、その他の建築要素も、おおむね、キリスト教会堂の建築様式にのっとっています。正面玄関口に、ラテン語で、聖カタリナ国会教会と記されていますが、市役所や日本キリスト教教会など、いかなる組織にも記録はなく、現地調査や周辺住民への聴取でも、詳細は判明していません。SCP-606-JP に入った人間以下、入場者が以下の条件を全て満たした場合、キリスト教の修道女のような服装をした人型実体以下、SCP-606-JP1 が出現します。外見上の年齢は20代、人種は白人とアジア系の混血に近く、目撃者の多くが美しい、優しそう、神々しいといった肯定的な感想を述べます。名前を尋ねた場合、シスターカタリナと名乗ります。SCP-606-JP1 出現条件。1、入場者が殺人罪、過失致死罪、強姦罪を犯したことがある。検証中、条件を満たす罪状が他にも存在する可能性あり。2、入場者が単独である。出現中に第三者が屋内へ侵入した場合、SCP-606-JP1 は一時消失。3、SCP-606-JP2 口述内に入場者がいない。 SCP-606-JP1 は入場者に好意的な態度で接し、会話を交わしながら国会室に向かって歩きます。入場者は無自覚の状態でその後を追うことになります。国会室に入るとSCP-606-JP1 は入場者の過去の犯罪を正確に言い当てます。そして、この教会で償いをすれば、被害者に与えた損害を現実改変的な手段で回復しようと提案します。明らかに物理法則から逸脱した内容ですが、入場者はその真偽を疑う様子を見せません。提案を拒否した場合、SCP-606-JP1 は気が変わったらまた来るよう言い残して一時消失します。了承した場合、入場者は SCP-606-JP1 と共に転移させられます。転移先は約 10×10×5m の石壁の部屋。以下、SCP-606-JP2 です。GPS がエラーを示すため、位置は不明です。内部には、中世ヨーロッパで用いられた様々な拷問具が並んでいます。入場者は衣服を脱がされ、いずれかの拷問具に拘束された状態で現れます。そして、SCP-606-JP1 は、数十秒をかけて身体的特徴を変化させます。断片的な映像や、入場者の証言を統合すると、全身の筋肉が盛り上がり、ゴワゴワした黒い体毛に覆われ、身長は 2.5 メートルにまで伸び、額からはヤギのような角が生え、
口は耳まで裂け、目は血のような赤になり、修道女の服装だけは元のままと表現できます。変化が終了すると SCP-606-JP-1 は入場者を拷問し始めます。 SCP-606-JP-2 内では入場者が死亡することはありません。致命傷を負った場合、即座に感知し別の拷問具に拘束された状態になります。そして SCP-606-JP-1 は拷問を続行します。入場者が銃弾を懇願した場合、心臓が消失した死体となって SCP-606-JP の祭壇に再転移されます。どの程度の期間耐え続ければ償ったと認められるのか、本当に現実改変に類する現象が起きるのか否かは、未だ償いを完了した例がないため不明です。現在 SCP-606-JP-1 はインシデント 606-JP 追加欄参照の結果、出現できない状態です。発見者のコメント。情報局監査部の要請で削除。インシデント 606-JP を受け再開示されました。インタビューログを元に編集。崎沼博士、当 SCP 事案研究主任。どうやって、あの教会を見つけたの？エージェント、葵、SCP-606-JP 発見者。何、ただの偶然だよ。休暇中に、趣味の写真撮影のために緑地帯に入り込んだら、木々の間から突然現れたんだ。尖り屋根の十字架に西日が差す様が、実に荘厳でね。何枚か撮っているうちに、中がどうなっているのか気になってきて。見ると、玄関扉は開いているし、ちょっとだけのつもりで覗いてみたんだ。中はガランとして、人影はなかった。派手ではないが重厚な装飾に、ステンドグラスから差し込む光。祈りの家の神聖な雰囲気に、思わず気をされた。興味本位で入る場所じゃないなと思って、引き返そうとしたら、声をかけられたんだ。聖カタリナ国会教会へようこそ、ってな。絶対に、一瞬前まで、そこには誰もいなかったのに。まるで、最初からいたかのようにシスターカタリナ。ああ、SCP-606-JP-1 だって。彼女が祭壇の前に立っていた。覗きを誤る俺に、彼女は、教会は万人に開かれております、と言って微笑んだ。綺麗で、優しそうな人だったな。どことなく、あいつに似て。いや、なんでもない。趣味のことを話すと心よく案内してくれて、どういう流れでそうなったかはよく覚えていないんだが、気がつくと小さな部屋で彼女と差し向かいになっていた。そこが国会室、いわゆる懺悔を行う場所だとは、後で宗教関係に詳しい後輩から教えられたが、そこで彼女は、俺の昔の過ちを言い当てたんだ。あなたの過ちとは？すまない、それは言えない。監査部の機密に抵触する。まあ、当時の上司や理事連中でもなきゃ、知るはずがないことだとは言っておくよ。彼女はこう続けた。神は7度悔い改める者を、7度お許しになります。ここで償いをなさい。さすれば神は、俺の過ちを帳消しにしてくれる、と。過ちを帳消し。何かの例え。いいや、文字通りの意味だ。その、例えばの話だが、人を殺したことがあるとしたら、被害者を生き返らせてくれるらしい。それを信じたの？ああ、信じた。神様はともかく、現実改変が絵空事でないことは知っている。いや、知らなくたって、信じたと思う。彼女は真実を告げている。少なくとも、そう確信させるだけの何かが、その言葉にはあった。償いというのは、具体的にどんなことを？すまない、それは聞きそびれた。そこで、急に恐ろしくなって、教会を飛び出してしまって。ぐずぐずしてると、彼女の提案を受け入れてしまいそうでな。調査ログ 606JP 抜粋。全文は、中央資料室。区画に保管。第一次調査、日付、2010年、月、日。目的、予備調査。手段、D クラス職員3名を潜入させる。結果、6時間にわたって内部に滞在させるも、SCP-606-JP-1 は出現せず。第二次調査、日付、2010年、月、日。目的、発見時の状況から、
入場者が単独でないと SCP-606-JP-1 が出現しない。入場者の犯罪歴も出現条件に含まれるという仮説の検証。手段、それぞれ犯罪歴の異なる D クラス職員を1名ずつ潜入させる。結果、D6192、罪状、詐欺罪、出現せず。D0592、罪状、強盗傷害罪、出現せず。D2986、罪状、殺人罪、潜入直後、背後に突如 SCP-606-JP-1 が出現。SCP-606-JP-1、D2986 に話しかける。D2986、驚きつつも会話に応じる。SCP-606-JP-1 と D2986、天気などの当たり障りのない会話をしながら、国会室に移動。SCP-606-JP-1 と D2986、国会室に入室。SCP-606-JP-1、D2986 の犯罪歴を指摘。償いをすれば、被害者を蘇生させようと提案。D2986 が拒否すると、気が変わったらまた来るようにと告げ、SCP-606-JP-1 消失。D2986、拒否した理由については、嘘をついているとは、微塵も考えなかった。断ったのは、どうせ1ヶ月あんたらの実験に付き合えば釈放してもらえるから。と述べた。第3次調査、日付、2010年、月、日、目的、SCP-606-JP-1 出現条件の絞り込み。手段、それぞれ犯罪歴の異なる D クラス職員を潜入させる。SCP-606-JP-1 の提案は拒否するよう、あらかじめ指示。結果、D3915、罪状、放火罪、出現せず。D7522、罪状、国家反逆罪、出現せず。D6130、罪状、麻薬取締法違反、出現せず。D2827、罪状、危険運転過失致死罪、出現。D8834、罪状、強姦罪、出現。重略。SCP-606-JP-1、D8834 の犯罪歴を指摘。償いをすれば、被害者が心身に負ったダメージを感知させようと提案。D8834、指示に逆らい了承しようとしたため、警備員が突入。直後、SCP-606-JP-1 消失。D8834 の処分は見送り。研究主任のコメント。入場者が一人でないと出現しないというのは、懺悔のスタイルに則っているのかもしれないわね。あれは、主催と信者が1対1で行うものだし。それにしても、出現条件の基準は何なのかしら。殺人、過失致死、強姦。強いて共通点を挙げれば、人の努力では償いようがないことかしらね。吹き、崎沼博士、次回の調査から、被験者に、SCP-606-JP-1 の提案を了承させることを倫理委員会に申請。倫理委員会、了承時の反応を確認する手段が他にないという博士の主張を受け、申請を受理。第4次調査、日付、2010年、月、日、目的、SCP-606-JP-1 の提案を了承した場合に見せる反応の確認。手段、D2986、第2次調査に参加済みを潜入させる。SCP-606-JP-1 の提案を了承するよう、あらかじめ指示。結果、潜入直後、SCP-606-JP-1 が出現。重略。D2986 が提案を了承すると、直後に両者ともに消失。GPS、1エラー。通信機、一瞬のノイズを経て、石組みの壁を撮影し始める。床が間近に映っており、画面の端には D クラス職員支給制服が落ちている。識別表から D2986 のものと確認。共に床に放置されていると推測。音声ログを元に編集。崎沼博士。D2986、D2986、応答して。D2986。何が起こった？どこなんだ？ここはよ。通信機を落としたの？早く付け直して。じゃらじゃらという金属音。バカ野郎、
そんなことしてる場合じゃねえよ。早く助け。落ち着いて。GPS は1エラーよ。他に何らかの情報がないと救助に向かえないわ。わかったよ。くそ。窓のない部屋だ。いや、窓どころかドアもねえ。一体どうやって入ったんだ？君の悪いもんがいっぱいある。顔がついた棺桶だの、トゲがびっしり生えた椅子だの、真っ赤に焼けた石が入った壺だの。魔女狩りかっつーの。いや、そんなことより、俺のことだよ。すっぱだかにされて、まな板の化け物みてえなものに貼り付けにされてんだよ。早く助けに。映像の壁に、SCP-606-JP-1 のものらしき影が映る。SCP-606-JP-1。食材の前、ようこそ。あ、この雨、これはてめえの仕業か。一体何のつもり？信じております。あなたはきっと、神の試練に耐えてくださると。それでは、聞いてんのか、早くこの鎖を、振動とともに、SCP-606-JP-1 の影が変形し始める。未知の音声、後に変化後の SCP-606-JP-1 と判明。何時、罪にふさわしき、罰を受けよう。化け物。D-2986、状況。なんだそいつは。まさか、そんな、やめろ、やめてくわ。悲鳴とともに何かが焼ける音。数分にわたって、D-2986 の悲鳴と何かが焼ける音が続く。D-2986、おえつまじりに。もう、やめてくれー。償いは、まだ済んでおらぬ。ギブアップ。命令されて仕方なく言っただけだ。D-2986 の被害者。の、憎しみは狭くはないのか。あんな女、殺されて当然だ。不適切な表現。のくせに逆らいやがって。俺は悪くな。うめき声とともに沈黙。何時、許しを得る、したくなし。通信中断。ほぼ同時に、D-2986 の死体が祭壇上に出現。不明な手段により、心臓がえぐり出されていた。加えて、十数箇所に重度の火傷、熱した金属の拷問具が用いられたと推測。第5次調査、日付、2010年、月、日。目的、償いを完了した場合に起きる現象の調査。手段、D-8834、第3次調査に参加済み、を潜入させる。内臓型のヘルスメーターを埋め込み手術済み。選抜理由、自身の犯罪を悔いており、なおかつ健康状態も良好。結果、前略、通信機、一瞬のノイズを経て、滑車や鎖が吊るされた天井を撮影し始める。中略、D-8834、約4時間にわたって拷問されるも、継続を希望。ヘルスメーターは深刻な数値を表示。音声ログを元に編集。D-8834。ああ、私は死ぬのか。でも、これで償える。私に怪我された少女たちが救われるなら。ヘルスメーター、D-8834 の心拍停止を確認。数秒後、ヘルスメーターの全数値が正常値に戻る。え？何が起き？悲鳴。あら、ヘルスメーターの故障だったのかしら？ D-8834、何があったの？怪我が治ってる。それに、いつの間にか、トゲ付きの椅子に座らされて。うめき声。何時の罪は、あまりに重い。一度の死では、償えぬ。ないよ、罪が許される。その時まで。悲鳴。もう無理。無理だよ。やめてくれ。うめき声とともに沈黙。何時、許しを得る、したくなし。通信中断。ほぼ同時に、中略。加えて、背中から足裏にかけて無数の刺し傷。1回目の心拍停止時点まで、D-8834 は、無知による拷問を受けていたが、その後は存在しなかった。研究主任のコメント。悔い改めている D クラスなんて滅多にいないし、今後の実験、大丈夫かしら。第6次調査、日付、2010年、月、日、
目的、第5次調査の継続。手段、D8834 と同条件の D クラス職員を潜入させる。結果、条件に適合する人材を確保できるまで延期。研究主任のコメント。この際、やり遂げなきゃ終了だって脅して。倫理委員会の要請により、以下削除。2010年月日インシデント606JP 追加情報抜粋全文は中央資料室区画に保管。2010年月日人為的な収容違反発生。発見者であるエージェント葵が警備班を無力化し侵入。直後、調査本部が彼からの音声通信を受信しました。音声ログを元に編集。エージェント、葵。こちら、エージェント葵。調査本部、聞こえるか？時間がないので、一方的に話させてもらう。これから、SCP-606-JP1 と接触する。すまない、志願しても却下されるだろうし、これしか手段がなかった。初めて会った時、SC、シスターに、こう言われたんだ。片岡様を殺めてしまったこと、後悔なさっておいでなのでしょう、って。かつての相棒、エージェント片岡は、削除済み。コスパイだった。俺の説得に応じず、重大な収容違反を犯そうとした。あのままでは、K クラスシナリオが起きていただろう。仕方なかった。後悔なんかしていない。つもりだったのに。ははっ、シスターに一言指摘されたら、あっさり気づいちまった。ずっと、自分をごまかしていたことに。SCP-606-JP1。聖カタリナ国会協会へようこそ。お待ちしておりました、葵様。ああ、待たせたな。みんな、迷惑かけてすまない。せめてもの償いだ。しっかり記録して、研究してくれよ。中略。通信機、一瞬のノイズを経て、壁に設置されたキリスト像らしきものを撮影し始める。通信機は？ああ、よかった。ちゃんと服と一緒に置いてあるな。SCP-606-JP2 に潜入成功。俺の状態は、水車みたいなものに縛り付けられてるな。火の粉が弾ける音。あち、下で火が燃えてる。ああ、こいつが回るたびに、あそこを通過する仕組みか。えぐいなあ。マジ、罪にふさわしき、罰を受けよ。SCP-606-JP に潜入より、8時間37分経過時点まで中略。1回目の死亡を確認。妙な感じだな。強いて似たものをあげるなら、リアルな夢から覚めた時か。ああ、今は鋼鉄の処女に入れられて。金属がぶつかる音とともにうめき声。マンチの罪は、あまりに重い。一度の死では、死ぬないね。その通り、だな。咳とともに吐血している様子。15時間12分経過時点まで中略。2回目の死亡を確認。なあ、シスター。あんたは何者なんだ。何が目的なんだ。数秒沈黙。返答なし、と、見かけによらずシャイだね。鎖を引こうと。5つ、後ろ手に鎖に繋がれて、引っ張り上げられて、ああ、地味に痛いんだよな、これ。21時間51分経過時点まで中略。3回目の死亡を確認。今度は、はしごみたいな拷問具に縛り付けられてる。なあ、あと何回死ねば、り、片岡を生き返らせてくれるんだ。それは、神が裁定なさること。だ、そうだ。ガタンという音。おいおい、慎重なら足りてるよ。無理に引き伸ばさなくてもいいって。29時間2分経過時点まで中略。4回目の死亡を確認。水音とともに通信中断。36時間27分経過時点まで中略。5回目の死亡を確認。ああ、中断してすまない。水攻めされてて、喋る暇がなかった。今は、ネジのついた帽子みたいなものをかぶせられてる。おや、こんなものさっきまでなかったぞ。新しく生成されたのかも。キリキリという金属音。なるほど。こいつは頭を締め付け。うめき声。41時間6分経過時点まで中略。6回目の死亡。確認。さすがに、少し疲れたな。変だな。体は治ってるはずなのに。ああ、今度はトゲの生えた鳥かごみたいなやつに。ギシギシと金属がきしむ音。
47時間29分経過時点まで中略。7回目。やっぱり疲れてるな。体じゃなくて心が。はっ、俺の心なんてとっくに。ああ、すまない。状況は足に焼けた炭を焦げる音。55時間51分経過時点まで中略。何回目だったか。ああ、8か。金属音。71時間3分経過時点まで中略。9回目。打撲音。77時間25分経過時点まで中略。10回。81時間42分経過時点まで中略。11。86時間15分経過時点まで中略。多分、12。まだ、かな。91時間21分経過時点まで中略。何回目、だっけ。まだ、終わらない、のかな。償えない、のかな。リナ。以降、エージェント、葵のカウントが途絶えたため、正確な死亡回数は不明。257時間19分経過時点まで中略。通信機のバッテリーが切れかかってる。これが最後の通信になりそうだ。それに、さすがに限界みたいだ。この化け物の顔が、リナに見えてきてる。なんだか、この償いが永遠に終わらないとしても、それはそれでいいような。リナと一緒にいられるなら。そうだ、伝言頼めるかな。可愛い後輩の、エージェント、戸上に。不甲斐ない先輩からの、最後の助言だ。いいか、お前は。俺みたいになるなよ。通信中断。現在、インシデント606JP 発生より、日が経過していますが、状況に変化はありません。ここまでご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。ここからは完全に打速となりますので、お時間、ご興味のある方のみ聞き流していただければ幸いです。今回は日本支部の報告書、拷問協会、を読ませていただきました。この報告書には個人的な思い入れがありまして、というのも報告書に掲載されている教会の写真、これが地元の愛知県で有名な観光名所、博物館明治村で撮られたものなんですね。明治村は明治期の特筆すべき建造物を確保、収容、保護する公益財団法人です。ネタにできそうなものは他にも色々ありそうですね。財団職員の方は、将来訪れる観光地の候補に入れてみるのもいいかもしれません。さて、今回の動画のために作成した BGM、我が国会、異端審問、及び、ファイナルジャッジメント、が、ドーバーシンドローム様にて無料配布中です。動画作成者の皆様、もし使えそうな曲がありましたら、作品概要欄のリンクなどから、ぜひお持ちください。次回は、本部の報告書を朗読する予定です。また皆様にお目にかかれるよう、自分のペースで作成を進めてまいります。それでは今回はこのあたりで、ご視聴誠にありがとうございました。